今日あったかいね、22度だってね、今日調子悪かったよ、大ごとでね、もう、あ、みえちゃん、よせさん、こんにちは、ナイスポチーって、ありがとうございます。皆さん、ナイス、ありがとうね、ありがとう。腰も痛いしさ、もうダメだね、まったくね、精神もおかしくなっちゃうよ、ありがとうね、頭おかしいよ本当にね、このうちはもうダメだなっていつも思ってるよ、ね、ゴミ出しも誰もしないもん、今日ゴミ出しだったでしょ、いっぱいあってもゴミ出してくれる人いないね、すごいね、ポリンちゃんお疲れ様です、よせさんにナイスしました、ありがとうありがとうね、デカマラハリスさん、ダメだこりゃ、そうダメだよこりゃ、ダメだよ、その通り、そうだよ、ぴょんちゃん、よせさん何があったのって、相原がね、足が悪いんだって、膝が痛くって、今までゴミ出ししたけど出せないんだって、ほんで昨日から仕事を3日間休んでるんだって、ほいでさ、ご飯何食べるって聞いて、私だってね、介護さんだよ、私の方が大事だよ、向こうはさ、杖つかなくても便所入れるんだよね、そうでしょ、信号がそうかと言ってゴミ出しするわけないでしょ、このうちもうダメだよ、うわダメだ、ちゃんさん、私が代わりにしてあげたぐらいだって、ありがとうありがとう、そういう人がいてくれると嬉しいね、あけた、よせさんこんにちはって、こんにちは、もうダメ人間ばっかり、本当だよ、すごいよ、自分のね庭も、すごいよ、草がいっぱいだよ、私ね、草ね、銃があったら私杖ついて出てもいいと思ってる、私がむしろ、この間あれだから、アジサイ切ったから、なんとか降りられるような気がする、降りれば、ねえ、みっともないあれじゃ、人間の住むうちじゃない、ひどいよ、今日もね、慎吾のね入り口まで行ったらすごいよ、すっごい汚いよ、あのゴロゴロ、みんなに見せたらたまげるよ、見せたいけどさ見せられないよ、あんな汚いの、ゴミが出せなくてたまっちゃったんだねって、そう、誰もやってくれないもん、ね、ワンタンさん、ヨシエさん、スミは素晴らしいですって、ありがとうございます、そう、私ね、ああいう散らかったとこ見ると腹が立ってね、すごいですよ、人間の住むとこじゃないですよね、ストレス溜まってね、頭に血が上ります、ね、そう、ゴミ屋敷だよ本当にね、で段ボールがいっぱいある、いろんな段ボールね、そういうのはさ、来たらパッて置くんじゃなくって、中を見てね、それで畳まなくっちゃ、ゴミ屋敷だよ、すごいわ、うちがかわいそうね、住む人によってさ、うちってきれいでいるよね、そうでしょ、ねえ、ありがとう、ワンタンさん、ありがとう、今ね、丈夫なのは慎吾だけ、おじいさん足が痛いんだって、でね、片っぽの足が痛くてね、今日ずっと寝てるんだよ、ね、でもトイレは杖つかないで入れるんだよね、私はもうそれより悪いわけよ、もっとね、だってね、町が認めてくれてるわけだから、
最後介護さんだってね、うん、支援人が介護さんになったわけだから、私の方が悪いわけよ。その私がさ動いてるんだよ、一人で。おかしくない。ほんでね、せがれがもっとしっかりしてればさ、ゴミぐらい出すでしょ普通ね。え、誰もダメな人間だなぁと思うよ、うん、ね、ちゃんとちゃんさん、慎吾さん、何してる？何もしてないよ、自分の部屋にいるだけだよ、うん、働きなんかさらさらないよ、うん、部屋なんか豚小屋だよ、入り口なんかすごいよ。あのね、入り口ね、すごいよ、見たけど。弁当のね、パックがね、入り口のすぐ前に落っこっててね、なんかね、あの、ほこりとね、髪の毛がすごい。あれ、人の住むうちじゃないよ。はっきり言って。うん、すごいね。気持ち悪くなった、今日。あそこまで汚いと思うと。うん、もう中は偉いもんだと思う。ね。汚い子だね、うん、精神異常者だと思う。 ああいうとこで平気で寝てられる人間ね、そう思いますね。疲れた。あの子がなんで私の子供なんかなっていつも悩んでる、うん、本当だよ、うん、ね。ユーミンちゃん、こんにちは、こんにちは。ひろんちゃん、精神異常者。そう、あんな汚い部屋にいられないよ、普通の人間だらね。ほんで変なとこに金をめった使ってさ、ホットプレートとか買ってきたり、ボールを2つも買って置くとこなくってね、あれでしょ、うん、レンジの上置いてあったのよ。ほいでさ、もう一つは入り口にビニールがあるから何かなと思ってみたら、それもボールだよ。あんなボール2つ買うばかりいないよ、うん、ほいでみんなあちこち置きっぱなし、なんでもね、うん、人間な、買ってきたもんポン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 置いたら、うちは散らかるばっかりだよね。精神おかしいよ。私あの部屋に入ってね、入って1分もいられないよ。外見ただけでも気持ち悪い。ユーミンちゃん、逆転の考えはできませんか。私の子供だからあんな子になったって、うん、できないね。私綺麗好きだから、うん、私はあんな汚い部屋には一分もいられない。気持ち悪くて、うん、できないね。ね、ね、確かに。金遣い荒いし、ね、金の感覚ゼロですから、ね、すごいですね、うん、ね、すごいです、本当に、うん、県民税、あれが来てますよ。払わないから、いつまで経っても県民税を、国、あの、町に、ね、差し押さえてありました、うん、働いて、お仕事から、お仕事の金から差し押さえるってありましたよ。うん。これでも全然気にしないです。うん。たまげますよ。本当に。もうね。私なんて督促なんていうのはね、心配でさ、すぐ払っちゃうたちだよね。来る前に払うよね、普通ね、うん、平気だからね。自動車税だってそうでしょ。5月31日からずっと言ってるん。5月31日までだよ、信号って。おいでもちっとも払う気はなかった。すごいなと思う。10人に1人だって払わない人、うちの子だよね。そう、自動車に乗る資格ないよね、37でね、親にそこまでさせる人いないよ。おいでさ、自分はさ、
ねえ、天然さんと機長さんの時モーテルに泊まってさ、おんなにチップくれるってよ、そんだけの器量あるかい、そんなバカガキに、そう思わない？呆れるよ、親だって、うん、あ、ありがとう、アメリちゃん、こんにちは、ナイスしますって、ありがとうね、今日いい日だね、アメリちゃんね、うん、今日あったかいよ、うん、外はね、うん、タマちゃんもお昼寝してる、うん、あったかくって、ね、うん、困ったね、うん、ゴミチャリする人がいないんじゃ困っちゃうね、うん、困ったよ。おじいさんが足が痛くてさ、3日休んでたら、子供がしっかりしてればちっとも困らないね。ゴミ打ち上げぐらいやってくれるよね。37になればね。それもできねえ人間だから、いてもいいねえでしょう、もう。ね、そうよ。まったくすごいなあと思った。あれを見てね。うん、妹はあそこまで汚いとは思ってないと思うよ。うん、あ、アドミンさん、ナイスしましたって、ありがとう、ありがとう、スペイちゃんもありがとうね、ナイス、ありがとう。妹ね、あそこまで汚いとは思わないと思う、うん、いくらだらしなくても。私親でもたまげるもん。あそこまで部屋を汚くする人間って異常だよ、精神が。普通じゃないよ、うん、金遣いも荒いしね、自分で金取りもしないくせにさ、金遣いがないしさ、取れば取ったでみんな使っちゃうしさ、払うも忘れっぱなし。ああいう子は珍しいよ、普通じゃないよ。私自分の子でもいらないもん、ああいう子は。一緒に暮らしたくない、もう別に暮らしてもらいたい。働かない自体は普通じゃないから、人間生まれてきた以上はね、働かないとね。ね、親がさ、小さい頃面倒見なかったとかさ、そんなこといろいろ言うけどね、その親の金を減らしてるのはてめえじゃねえかって言いてえよ、本当に。そうでしょう、私一生懸命働いてきたお金だよね。面倒見なかったじゃねえ、あんた。ねえ。東京にマンションが買えるぐらい使われてさ。ひでえもんだよ。もう3500万とっくに超えてるよ。使われた金は。今までが3500万だもん。もうとっくに使われてるよ、もっと。あんな子いないよ。本当に。最低の人間だよ、あれ。うん、はっきり言って。うん。